お母さん今までごめんね味噌を震わせ親指しゃぶる兄さん姉さんそれじゃまたねさえない靴のガガッと潰した サイズで型紙を取るなんだっていいのさ代わりになれば明日でたいと口をこぼしたもっと丈夫なハサミで顔を切り取るのさ全自然の言葉をほら聞かせてよ脳みそが耐えらないとあの愛今日の君らそうそうその少佐ただ